今日ご紹介するのは、ヒムロ京介さんのコレクティブソウルスです。コレクティブソウルスは、一番かっこいいのは炎の化石でした。炎の化石は、ビデオクリップが悪魔と天使っていう多分題材で、ヒムロ京介さんが真っ暗なカラス、悪魔に見えて、もうすごく、本当に似合います。ヒムロ京介さんも神様っていうよりもこう、優しい悪魔っていう感じですごくかっこいいと思います。 この、あのー、これはもうベストアルバムっていうよりも一つのアルバムだと自分は思っています。この前回のイディアっていうアルバムで僕はてっきりツアーをするんだと思いましたが、イディアではツアーをしなくて、このコ,テコレクティブソウルスを出してからのツアーになりました。で、今から思えば、この曲をワンナイトスタンドでやるから、 あの、お前ら聞いて来いよっていう感じで、日室さんが分かりやすく、ファンのために送ったアルバムじゃないかなと、この年になってようやく分かりました。これ以降、日室さんが結構ベストアルバムとか、シングルスっぽいアルバムを出してて、なんか、嫌気がさす時もあったんですが、今、こう、ヒムさんがライブを休止されて初めて振り返って分かることがありました。で、自分なんて本当 あの、ずっと好きですけど、未熟で、あの、フラワーズフォーアルジャーノをフラワーオブアルジャーノとか言ってみたり、こう、売る覚えなんですけど、発売日には買ってて、まあ、ファン歴が長いだけで、ほんとコアな人はそういうとこで間違えると、なんだこいつって感じだと思うんですけど、あのー、なんでしょうね。結構そういう、間違えることが、 ちゃんとこうやって録画する前に調べて、あのー、録画しろよって感じなんですけど、そこはお許しください。でも、ずっと、木村京介さんファンであることは間違いないんですが、どうしても年表とか、こう、曲をパッと、どのアルバムに入ってんのって言われても、えって感じになってしまうので、あのー、 それを間違えると、コアなファンじゃないって言われた僕はコアなファンじゃないのかもしれないですけど、絶対に、あのー、ずっと買ってる、あのー、アーティストとは日村さんしかいないです。あのー、20周年のベストアルバムだけは、またベストアルバムと思って買わなかったので、この間買ってしまいましたが、まあそういう部分は結構ダメですよね。 ま、自分に絵のダメ出しです。でも、このコレクティブソウルスは、やっぱり、あの、すごくかっこいいです。ベストアルバムとは思えないぐらい本当にかっこいいです。日室さんといえばこれですよね。クロムハーツのクロスの、あの、ペン、ネックレスですね。これがものすごく欲しくて欲しくてたまらなかったです。今でも俺はこれ自体がすごく好きで、 このミンチャーのクロスのペンダント、ネックレスは持っています。まあ、ヒムロさんの真似で申し訳ないですけど、でもこれは芸術的にかっこいい、あの、ネックレスだと思っています。そして、このアルバムが出たことによりあ、伝説のワンナイトスタンドっていう、あの、ツアーが始まります。このヒムロさんの顔がものすごくかっこいいです。で、この時はクロ、クロスとムーンっていう、あのー、 日室さんの中でのマークでした。これがどんどん KH モデルになっていきます。この後出る、あの、アルバムから始まるツアーで今の KH と重なったモデルが出るんですね。あのマークになるんですね。それまではクロスとムーンが日室さんのマークでした。で、この後のワンナイトスタンドのクロムハーツとのコラボのスリーソリケッツペンダントにもクロスと十字架の マークが入ってる。ほんとすごいコラボのアイテムを氷室さんはこの後のツアーで出します。クロマハーツと氷室京介のコラボの作品。それが次のワンナイトスタンドに繋がっていくわけです。シェイク・ザ・フェイク、シェイク・ザ・フェイクツアー。そしてこのコレクティブソーコレクティブソウルスに入り、次のワンナイトスタンドに繋がるんです。こんな この次の本当に究極って言っていいぐらいのかっこいいツアーはこの後のコレクティブソあ、ワンナイトスタンドにつながりますね。今日ご紹介させてもらったのは、ひ室京介さんの究極のベストアルバム、コレクティブソウルスでした。